ベルンハルト・ビルヘルム・アルブレヒト・フリードリヒ・本ン・ホー・エナウは、プロイセンの軍人、貴族、伯爵、ドイツ皇帝・ビルヘルム一世の甥、い。プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム三世の末息子である、プロイセン王子・アルブレヒトと、その二番目の妻で、プロイセン軍事大臣、グスタフ・フォン・ラオホの娘である、ロザーリエ・フォン・ラオホの間に生まれた。両親の結婚が、結婚とされたため、 フリードリヒと兄のビルヘルムは、ホーエン・ツォレルン家の正式な一員として認められなかった。フリードリヒは、母の死後、兄ビルヘルムと共に、ドレスデン郊外のアルブレヒツブルク城の相続人となり、死ぬまでこの城で暮らした。フリードリヒは、兄や、フィリップ2・オイレンブルク公爵と同様に、自らの同性愛傾向が原因で1901年に、 プロイセン軍からの退役を余儀なくされている。フリードリヒは皇帝ウィルヘルム2世をめぐる二度の大スキャンダルに巻き込まれた。彼は1907年のハルデン・オイ・レンブルク事件で槍玉に挙げられたリーベンベルク演卓の一員であったし、また、コッチェ事件でも妻と共に一定の役割を果たしていたのである。フリードリヒは1881年にシャルロッテ・フォン。 デアレアデッケンと結婚し、マニー4人の息子を設けた。次男のビルヘルムは馬術選手として知られ、1912年のストックホルムオリンピックの団体馬術競技においてドイツ代表として銅メダルを獲得している。ありがとうございます。